はいどうもリントです。今日は、ついにこれを買ってしまいましたということで、これが Windows Mixed Reality ですね。ヘッドセット&モーションコントローラーということで、はい、富士通さんから販売されているもので、販売価格がおおよそ4万円ぐらいかなのものを、買っちゃったと、一応 Bluetooth のエルコムのね、やつ、この受信機を買いました。はい。もう早速ね、開けていこうかなと思います。そして、これで V 活を使って VTuber デビューをしてみようかなと思っております。では、開封していきましょう。はい。じゃあ、早速、開けていきます。ドン。と。中には、箱が2つ入ってますね。片方がモーションコントローラー用の箱かな。よし、やべ、全然見えないでしょ。ちょっと部屋映っちゃうけど、いっか、しゃあない。これが、あー、はいはいはい、これがヘッドセットの方ですね。はいはいはい、こんな感じになってます。めっちゃ映り込むね。イエーイイエーイってやってもね、それ映り込んでるからね。まあいいや。よし、これがヘッドセット。結構いろいろ余剰貼ってある感じですね。後でではなくて今剥がす。全然剥がれねえ。めっちゃくっついてんじゃん。よいしょ。なんかベリって剥がれると思ったら、すげえぬるっと剥がれた。ほうほうほう、ああなるほどね。これを顔につけていく感じですね。これを、あ、動くぞ。あ、こう動くんですね。ここパキパキっと。なるほどね。でここに中の映像が見れるところがついてると。へへー、取っちゃった。なるほどね。ちょっとつけてみよう、試しに。まあ当たり前なんだけどね、つけても何にも見えねえや、まだ。うん、あーでもチラッとだけね、こう映ってるかな。イエーイ。つけてる感じそんなに重くないし、これいいんじゃないかな。あー、これで動かしていくのね。なるほど、面白そう。ちょっとどうなるかは分からんけど、へえ、ちょっと一回やってみないと何とも言えないね。くらいかな。あとここに電池がついても、この電池は何を、まあ、後で説明書見ましょう。セットアップとかもしていかなきゃならないので、でセットアップはね時間かかりそうなので、動画ではセットアップ後のね動かしてる状態を見ていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。こっちが、こっちが多分モーションコントローラーと説明書。これはもう後でちゃんとしっかり見ながらやらないとね。よいしょ。やべえ、すげえ高い買い物だよ。ただでさえこの間ハリネズミちゃん買ったのに、お金持つんかな、知らねえ、もう本当に。よいしょ。ドンドンドンダン。おお、はい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 、あー、こうなってるんですね。ストラップホルダーがあって、まあ、これを手につけてこうして、ああ、はいはい、なるほどね。でこれで動かすと、こう動きをつけれるというやつですね。なるほどね。すげえすげえ。とすごいわこれ。あ、これ用の電池か。これ用の電池だ。ここに電池ブタあるもん。ほら、あ、電池ブタあった。ここだ。なるほどね。後で電池入れて、動かしていきます。ということで、セット内容としては、これ2つですね。はい、おいしょと、おいしょと。
と、あとは、受信、Bluetooth の受信機ですね。デスクトップのパソコンなので、あれなんですけど、って感じですね。あとはここについてる電池使ってって感じです。じゃあ早速こちらの方の、ギア、そして、モーションを使ってね、V カツやってみたいなと思うんで、ちょっとセットアップしてきまーす。はい、どうもリントです。ということでね、はい、今画面にも映ってるかと思うんですが、Windows Mixed Reality Portal ということで、はい、今私が画面で見てるのはこんな感じ。動いてるかな？はい。こんな感じでね、すーごいよね。ちょっとごめんなさいね。手ぶれがすごいと思う。手で持ちながら、しかも、Windows のこの画面が見れずに首を動かしてる状態なので、こんな感じで、見えます。うわー、すげーな、下。草が。ただ、やっぱり V 活をやったりだとか、他の何かをやろうとしたりとかすると、グラボがね、オンボードなので、あんまりっていう状況なんですよね。うわぁ、すげえ手ぶれしてるね。よいしょ。はい、こんな感じ。すげえな、やっぱり。はい、ちょっと今、ヘッドセットを上げて、画面を見てる状態なんですけど、はい。こんな感じで、遊ぶことができます。すげえ、やっぱりやべえな。おお、はい。でこの中で今左側を見るとインターネットのマイクロソフトエッジだとかマイクロソフトストアだったりがあります。であとはこれをよいしょ、一回外しますね。よいしょよいしょ、これっすね。これを使うことで、動かしたりができますということです。よいしょ、すげえ手ぶれ状態だけど、お許しください。でこれをね、顔にマウントするだけで見ることができます。いやこれね、めっちゃいいよこれ、マジで超楽しい。なのでこれを使って、遊ぶことができるんですが、やっぱり、限界がオンボードのねグラフィックじゃ限界があるみたいで、録画をしながらやろうとすると多分ね遅延するんだよね。なのでちょっとでも遅延しないようにグラボ買いました。はい、GTX1070 かなを搭載している、グラボを、買いました。どこのやつだったかな、ちょっと待ってね。うん、やっぱりね、これ起動しながらブラウザ起動すると遅い。ちょっと止めよう。ちょっと私のドラクエの壁紙でも見ててください。買ったやつの詳細を見る。GTX1070 のやつですね。で 8GB のやつで4万円ちょっとで買いました。よいしょ。なのでうん、それが土曜日かなに届く予定にはなってます。ちょっと発送通知がまだ来てないんで何とも言えないんですけど、
まあ届きます。でそれが届いたら再度グラボ詰め替えて、そっちでちょっとセットアップをしてちょっとやっていこうかなと思います。ただ V カツもちょっと目で見る分には画質悪いんですけど、それ以外はかなりいい感じだったんで期待してます。ということでグラボ届いてからまた動画再開したいと思います。では少々お待ちを。はい、ということでお待たせしました。グラフィックボードが届いたのでこちらをね、つけていきたいと思います。GTX1070 ということでこちらをね、私のこちらのパソコンに、セッティングしていこうかなと思います。でね、セッティングはちょっと、いろいろ見ながらやるんで、セッティング風景はちょっと動画には収めないですが、セッティング後、もう一度 VR をねつけてみてどんな感じになるか見ていきたいと思います。はい、どうも。ということで、セットアップが終わりましたので、早速ちょっと、VR のゲームをやってみたいなと思います。買ったのでね、それでいけるんじゃないかなと思います。で、今デスクトップの音声来てねえな、これ。ちょっとデスクトップの音声だけ変えますね。これでいってるかな？うん。それで多分いってると思います。ではちょっと V ルームやっていきましょう。では、リントちゃんをね。リントちゃんを起動する前にちょっと待ってくださいね。VR の、コントローラーを。今つけました。よし、これで大丈夫かな。では、リントちゃんを起動します。ちょっとね、おパンツが見えちゃう状況なんですけど、あ、でもいけてるね。ちょっと VR で見てる画面と実際のこっちの画面とね、ちょっと出してみたいと思いますけども、ちょっとやっぱり VR のスイッチがうまくいってねえな。うん、なんかうまく動かねえな。少々お待ちください。これで VR と一緒に連動して口が動いたりしているんじゃないかなと思います。こんな感じで、こういう風に見えてるんですけど、やっぱりちょっとおかしいな。こうボタンを押すと動きをこう制御できるんですけど、グーにしたりパーにしたりできるんですけど、できてないですよね。うん、できてないですね。なんでできてないのかは今は謎です。これでも押したらいけるはずだったんだけどな。なんだろうね。こんな感じで見えてます、自分からは。こういう感じね。でそれに合わせてこう、VR のリントちゃんが動いてくれるって感じです。こんにちは、チャオ。これ変身ポーズとかいけるよね。ちょっとパーだからあれだけど、王者のデッキケースを出して、でデッキケースが出てきて変身みたいな感じをねできるってことですよ。これだと、なんていうか、生放送で、雑談生放送、V カツで生放送をすることができる。ちょっとお話をしながらね、やったりってこともいけます。でもね、今手が、パーのまんま。
で、メニューとかが出せない。で、これを押すとメニューは出てくるんでね、こんな感じで。でもここで、セットアップはできなくって、こう今販売中のゲームを見れるくらいなんですよね。メニューボタンを押すとメニューボタンがあってメニューが出るはずなんだけど出ない。そう、このコントローラーね。あ、でもここでは反応してるね、ちゃんと。いけないんだよね。で、これで表情も変えれるはずなんだけど変わらないね。やーってしてるからね、すごい。やー、ダチョウ倶楽部じゃないんだからって感じですけど、いや、これどうにかできねえのかな。どれでやるんだろう。デフォルトプログラム。ちょっとうまくいかないね。でも結構いい感じにはいけてるって感じですね。一回ちょっと置きます。これね、手下向いてるけど、これあの VR の機械を下に置いただけですよ。ではVR のね、ヘッドを取ります。ヘッド取るとこうなるんだね。怖すぎるだろ。そう、こんな感じでね、映ってはいるんだけど、ちょっとコントローラーとの設定がうまくいってないよね。V カツもクオリティ全然上げといてよさげだな。うまくいってないの。でもフレームレートとかは良好だから全然問題はないんだよね。やっぱりね、
物を変えるだけでこんなに良くなるとはってところですね。でもこれで、うん、やっぱり動かないもんね。手首は動いたりしないですね。この状態でゲームができたりするとは思うんだけど、うん、うまくいってないね。うん、めっちゃ押してるんだけどね、いけてないね。うん、ちょっとこの辺はね、再起動とかしてみたら変わる気がします。ということで一回 VR を落とします。はい、ということでこんな感じで遊ぶことが可能です。まああとは後日ちゃんとちょっと VR の腕手首もうちょっと確認して、こうどういう風な状況になっているのかがわからないので、その辺をちょっと確認して、ちゃんと動かせるようにしていきたいと思います。はい、ただ、かなりこっちのやつで V 活遊べるので、いい感じにはなってきたかなと思います。ということでね、今回は、VR をね、購入して、実際にセッティングをするところまで、やらせていただきました。はい、またこのような形で生放送で V 活を使ってみたりだとか、ちょっとしていきたいなと思っているので、その際はよろしくお願いします。ヘッドセットが動き出したよ。今動かなくていいのよ。はい、ということで以上。今回はここまでになります。ではまた、後日違う動画の方でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。